とことんやりこむ、どうも、直進です。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はタワー攻略やっていきたいと思います。今シーズンも釣り竿がありますね。これを使ってやっていきたいと思います。これが14回の報酬ですね。21回の報酬の両刃物、これが結構使えるんじゃない？刀ね、微妙だった。やっぱり単発ダメージの方が強いね。なので、これでいきます。しかも痛みサイクル付き。だね。いや、旋風は確か出なかった気がするな。まあ、行ってみましょう。あ、間違いない間違いない。これこれこれ、これよ。俺が求めてた強さは。ただ、キノコ使わないとダメっていうのが、ちょっと痛手ですけどね。うん、キノコ使わなきゃいけないっていうのが、よろしくないけども、まあ、瞬間火力として、いいんじゃない？ボス戦とかでは、ものすごく輝くと思う。しゃあ、いいね。うん、これで倒せない奴はとりあえずいない。まずはいないね。危ない。よし。これ以上いいやつがあれば、それ取っていきますけども、多分ね、ないんだよね。うん。まあ、一応クールダウンついてるので、大丈夫でしょ？うん。間違いない。大丈夫、大丈夫。OK。クールダウンついてたとしても、5秒ぐらいはね、使えない時間があるんだけど、大丈夫よ。あー、一発じゃ倒せない。まあ、そうか。一瞬一瞬。オッケーオッケー。あー。危ない！ちょっと待って、何してんの？釣り竿連打すれば、一瞬ですよ。終わりか？もっといいやつがあればいいけどね。ないね。うん、できれば、キノコなしで使えるやつが欲しい。うん。いや、でももう、そうか。商人ならばもう仕方ないね。これを使っていくしかないか。呪いの斧。ここのボスのことを考えると、ワールウィンドの方が強そうだけどね。旋風は確か出らんかった気がするんだよな。確かね。まあ一応入れてみる？確か出なかったと思う。あ、いや、出る？いや、なんか微妙だぞ。出てるのか出てないのか、ちょっといまいちわからない。いや、出てるか？わかんない。わかんない。ボス戦でね、攻撃してみるしかない。うん。雑魚はもうすぐ倒しちゃうので、わかんないよ。なんか出てる気もするけどね。エフェクト的にはさ。エフェクト的には、ちゃんと、旋風が出てる気はするんだけど。オッケーオッケー。危ない！危ない！ごめん。あと上か。オッケー、強い。間違いなく強い。ボスもこれはね、すぐ倒すと思う。あーあー、いや、痛みの方がね、いい。痛みを入れて、一気に叩いた方が、いいかな。確かにクリティカルもあるけども、いい。コグを取っていきます。オッケー。結構エンチャント枠が。虚無はね、2でいいからね。よっしゃ、行くぞ。やっぱりね、釣り竿を使えると楽しいよ。うん。ブンブンブン行くからね。よし、いや、釣り竿なくても全然強いな。全然強いわ。うん、まあ、そりゃそうか。この武器強いんだもの。いいね。いけ。
よし、じゃあ普通にキノコで攻撃するだけでいいや、この辺は。普通のザコたちはね。オッケー、行きましょう。やっぱね、ウィザーに痛みサイクルは最高。これ以上いい組み合わせはないよ。オッケー、いいんじゃない、終わり。ではボスに行きましょう。どれぐらい早く倒せるのか。ここはいらないね、もちろんね。あー、無謀を入れていってもいいんだろうけど怖い。無謀を入れてもな。オッケー、とりあえず出てきた瞬間いきます。あー、よし、お、いい感じじゃない。おーし、で終わるまでには2つとも、あ、いや、キノコが若干回復しないか、しないな、これ。いいや、弓打っとけ。で、半分になった時に一気に行こう。よし、あ、いいねいいんじゃない、行ったんじゃない。半分になったよ。どこ行った、ほら、あれ、半分になっとるやろ。うそー、弱点露出してよ。いや、多分したらね、もう一瞬で終わる、間違いない。行きまーす、行くぞ。最初っからこのヘリを見たかったわ。最初っからあれが見たかった。はい、終わり。はい、ということで、今日は呪いの斧と、釣り竿を使っていきました。痛みサイクル付きだと強いね、バラララって減る。あれをね、最初から最後まで行きたかったけども、なかなか難しかったです。はい、では報酬を見て終わりますね。どうだ、お、フルメタルは、あー、ダメ、よろしくないですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。